トゥーハート46回目ひなやまりおちゃんルートでございます。バイトを頑張るドジッコ貧乏ドジッコ貧乏、器用貧乏って言葉はありますけど、ドジッコ貧乏なんだよね。現在は3月22日、放課後にねいるんで、また会いに行きましょう。今日もでもバイトじゃないのかな。階段から誰かがミサイルみたいな勢いで突進してくる。りおちゃんだ。今日は以前にも増して急いでいるらしく、周りなどまるで見ていない様子だ。俺は声をかけましょう、ミサイルに。おい、リオちゃん。ダダダダダダダ。だが、リオちゃんは脇目も振らず、走り抜けていく。くそ、校門で追いつくはずだ。俺は走って後を追った。うん。よ、リオちゃん、今日も忙しいな。はぁ、はぁ、はぁ。この子足早いんだな。やっぱ靴下履いてねえからかな。息が上がってる俺に不思議そうな顔をするリオちゃん。いや、なんでも。意外に足早いんだな。ところで今日もバイトに遅刻しそうなのか？うん。私のクラスっていつもホームルームが遅くて。ああ、そうか。D 組だったな。D 組の担任の教師はとにかく話が長い。しかも内容も生活上の注意事項から自宅学習のポイントまでいちいち事細かい。聞いてると夏休み前の小学生になった気分になる。別に普段から口うるさいってわけでもなく、いい教師だとは思うんだが。なるほど、毎回あんな調子のホームルームか。そうなんだ。まあそんだけ生徒一人一人に気を配ってるってことだろうな。うん、そうだと思う。でもやっぱりもう少し短いと嬉しいな、私。そりゃそうか。そうすりゃ毎回こんな走らなくて、走らなくとも済むもんな。今日も触覚が動くなみたいだな。俺は笑ってつぶやいた。それじゃあ私ここで。今日は何のバイトなんだろうね。ああ、また引き止めちゃ悪いからな。またね。うん。こっちを向いたまま駆け出した瞬間、あ、出た、どじ、あ前回と背景違い。やっぱ靴下履いてねえんだよな。靴下を買うお金がない。で、前回も言ったけど、チラッとお腹が見えてんのがね、すごい細かなこう、フェチを感じるんですよね。電柱に正面衝突してしまい、思いっきりこけている。おい、大丈夫か？本当かよ。走るのが得意とか言ってるそばからこれだもんな。ほら、捕まれ。俺は手を差し出して立たせる。このね、笑い方、本当に大谷育恵さん。本当にね、いいね。このちょっとアホっぽさがいいんだろうな。笑ってるよ。しかもちょっと嬉しそうだ。まったく頑丈なボディだぜ。本当に気をつけろよ。わかった。そう言ったにもかかわらず、リオちゃんはすんごいスピードで坂道をかけていった。どこが気をつけているんだか。なるほどね。元気っぷりはもうあれだな、志保にも負けず劣らずって感じで。元気のジャンルがだいぶ違うようなところもあるけど、あー、ゲーセンがレミだよね。商店街がシホか。散髪、まあ明かりでいいか。うん、チラッと明かりに合っておいて。今回全然さ、他の子の好感度は上げてないんだけど、今のところお話を見るに別の子が関わってくることもなさそうだから、このまま進めて大丈夫かな。あ、これで今学期がもう終わりかな。そうかそうか、ゲーセンか。で、パズルゲームだと思うんだけど、パズルゲームで解放されてっかな、りょうちゃん。いや、でもやっぱ攻略しないと。そっか、前回もあやくは解放されてたけど。そうか、
リオちゃんはいないから、いないよね、きっとね。うん。あかり、サクッと勝たしてくれ、じゃあ。まずは、操作。うん。これが、リオちゃんか？違うな、こっちがリオちゃんか、触覚生えてるから。これ誰だ？セリオかな？で、アヤか。あれ？アヤ。あれ？これアヤカかな？なんでいないんだ？セリオかな？と、じゃあ、どうしようかな。じゃあ、委員長で。任しとき。任しとき。いいね。いまだにね、考え方がわからないんだよね、このゲーム。こうでしょ。でも、あかりだったらこれでもサクッと勝てる気がするから、いいじゃん。こうでしょ。いや違うな。こう安全に安全に消して、もうあかりに勝利して委員長の一枚イラストを見たいんじゃ。こうでしょ。あ、間違えた。あ、間違えた。あ、やばい。あかりが本気出し始めた。わからん。わからん。何も喋れなくなるな、これ。ほんとテトリスやってる時はね喋れるんだけどね、ダメだな。全然知らないパズルゲームやるってなるとおはけわからなくなっちゃうわ。トゥーハートやってて一番頭使う瞬間かもしれないこのゲームやってる時は。ですげえいい勝負しちゃってんじゃん。なんか全然こう勝てないんだけど。あかり自重しろよ。あかり、今回あかりのターンじゃないだろう。空気を読むんだ、あかり。あ、マジか。よーし、行くで。行くで。はい。あ、勝った。2分半もやっちった。委員長、かわいいな。かわいいにゃ。かわいいにゃ、委員長。つい猫になっちゃったよ。で、こっから春休みに入るわけだけど、春休みイベントは何かあるのかというところですよね。イエイ！あかり、イエイ！うん。お、あ、いや、一気に、あ、いや、28日？おっと、既読が終わったじゃん。暇だな。昼め、飯買いにでも行くか。これはリオちゃんイベントでしょ。お、いい天気。暑いくらいだぜ。あれ、あそこにいるのはリオちゃんだ。なんで家の前にいるの？ちょっと怖えな、あいつ。どうやら今日は引っ越しのバイトらしい。そんな体力仕事までやってんの、あの子。タオルを首にかけてシャツを袖まくり、頑丈そうなおっさんに混じって元気に働き回っている。俺は、声かけようか。おーい、リオちゃん。おほほほ。面白い格好してんね。へえ。く
ああ首にタオルをかけてね、今日も頑張ってんな、えらいもんだぜ。そんなことないって。なんだか顔を真っ赤にしてりょうちゃんはトラックの上の大きな段ボール箱に手を伸ばす。こんな仕草はなんとなく可愛いんだけど、今りょうちゃんは慌てさせたのは危険だったのかもな。そこで、おうおうおう、これは上しかないでしょ、手を貸すぜ。つってもバイトを手伝ってあげるってどうなんだ。引っ越しのバイトとかまでやってんのか。そんなにお金ないの大丈夫？まあ、ええ、一択でしょう。ちょっと手を貸すぜ。え？あ、これもまたあれだね。ちょっとお腹見えてんだ。シャツがちょっと、これもう意地でもお腹は見せるぞっていう、元エロゲの意地を感じるよ。ああいいよ、私の仕事だし悪いよ。リオちゃんが俺をパッと振り返った瞬間、箱がグラグラと揺れた。嫌な予感。あ、軍手みたいのしてんのこれ。リオちゃんの悲鳴とともに箱がアスファルトの地面に落ちた。中身は何や何かのケースだったらしく、鈍く壊れた感じが段ボールの上からでも分かるようだった。とリオちゃんがいきなり俺に飛びついてくる。え？箱が動くの。何それ。箱が中に何かいるよ。中に引っ越しの荷物の中になんて、何もいるわけないはずだが。俺はリオちゃんの肩を押さえたまま半分潰れた箱をじっと見つめる。すると突然中から巨大な爬虫類が這い出してきた。ほう、でっけえトカゲ。トカゲを段ボールに入れて送る。これはちょっと良くない飼い主ですね。思わず叫んでしまった。野良猫ほどの大きさで鮮やかだが艶のない緑色。野良猫ほどの大きさ、でかすぎない？リザードマンやん、完全に。イグアナってやつ？こんなでけんだ。イグアナブームって昔あったけど、この時期なのかな。イグアナが凶暴だって話は聞かないけど、確かにこいつはおっかねえ顔している。釣っても捕まえなきゃまずいだろう。俺はリオちゃんから離れ、イグアナの方に忍び足で近づく。その瞬間、イグアナは何かを見つけて突然走り出した。やべえ、でけえ体をしてるくせになんて素早い動きだ。あのイグアナの走り方か。来ないで。イグアナに襲われるリオちゃん、これはちょっと一種格闘技の匂いがしますね。逃げようとしたリオちゃんは例によってこけた。しかしイグアナは遠慮なしにリオちゃんの体にのし上がっていく。これちょっと CG 出ないのかな。あ、どういうこと。なんだもうリオちゃんマニアックすぎるやろ。イグアナと一戦交えてしまいましたね、リオちゃん。なるほど。でかすぎるだろう、イグアナ。怖い。これは確かにな。これを段ボールに入れて送るかね。はあ。これはマニアックだなぁ。いやでもリオちゃん可愛いなぁ、やっぱりな。なんか回を増すごとに、いろんなイベントを見ていくごとにね、リオちゃんの魅力が分かっていくような気がするよ。これイグアナの右手がさ、太ももをガシって掴んでるのがまたいいね、これね。イグアナ感ですわ、これは。大きな爬虫類を体に乗せて、リオちゃんはかすれた声を上げる。食べられちゃうよ。食べられちゃう。リオちゃん、じっとしてろよ。いくらこんな怪物みたいなやつでも何もしていない相手にいきなり危害を加えることはないだろう。俺はじりっと近づく。あれ？よく見たらこいついきなりおとなしくなってやがる。ただ物珍しそうに首をゆらゆらと左右に動かしているだけのイグアナ。ああ、一応首輪みたいのをつけてんだな。これ頭の触覚に反応してんじゃないの、イグアナ。リオちゃんのさ、どうしたんだ。早く取って。イグアナの柔らかそうな腹を背中に乗せて、もうリオちゃんはブルブル震えながら半べそをかいている。
あ、そうか。ちょっと待ってろよ。俺はさらに慎重に近づく。それにしてもこいつさっきから何してやがんだ。首をフラフラさせて、そいつの目が追っているものを俺も探してみた。あ、あれか。このイグアナが必死になって見つめていたものは、それはリオちゃんの頭からピンと立っている前髪だった。やっぱそうなんだ、この触覚。てかこれ前髪だったんだ、これ。前髪、なるほどな。ここが気になる。リオちゃんが動くたびにゆらゆら揺れる前髪にどうやらこいつはものすごく興味を持ったらしい。と、そこで奴はゆっくり口を開けて身を構えて。あ、まずい。食べる気じゃん。いよいよ飛びかかろうとしてやがる。俺は無我夢中で飛び出してリオちゃんの体から奴を引っぺがした。うわ、気持ち悪い感触。しかも手の中でジタバタ暴れる。結構力が強い。俺はそのまま元の段ボール箱の中にイグアナを収めた。なんてことしてんだよ。段ボールに、段ボールでイグアナを送っちゃいけません。ふぅ、おい、大丈夫か。めちゃくちゃなことすんな。いや、でもイグアナに襲われる。リオちゃん、よかったな。怖かった。マニアックだったな。立ち上がるなり俺に飛びついてくるリオちゃん。俺の目の前で問題の前髪がゆらゆら揺れる。前髪なんだね、これね。前髪なんでこんなになっちゃってんだろうな。これだな。リオちゃんのこの前髪気に入られたみたいだぜ。箱の中でもイグアナは未練がましそうに揺れるリオちゃんの前髪を目で追っかけている。この髪が気になる気持ちはよくわかるよ、イグアナ。そこへ今騒ぎを聞きつけたのか、さっきのおっさんたちがやってきた。そしてイグアナを見るなり、依頼主と何か揉めそうな雰囲気になってしまう。なんか面倒なことになりそうだな。まだ少し震えたままの声でリオちゃんは答える。俺が一緒だともっとややこしくなりそうだから帰るわ。って別に怪我とかしてねえだろ。うん、全然。だったらいいじゃん。それじゃあな。俺は軽く手を振る。うん、ありがとう。お、頑張れよ。なるほど。イグアナ、さっきのイグアナの感触をできるだけ思い出さないようにしながら簡単に食事をして家に帰った。引っ越しでイグアナを送ってはいけません。もうあんなでかいの飼っていい大きさなの。てかイグアナってあんなでかかったっけ。イグアナって普通にトカゲぐらいの、いや、もっとでかいか。いやー、あれはすごかったなさあ、今日から2年生何か間違ってリオちゃん同じクラスになったりしないかな。あの子は何組なんだろうな。でも結局、うん、志保と同じクラスだったりしてね。俺とあかりは2の B でイエイ。院長も一緒だね。うん、同級生だからな、リオちゃんね。で、今日ってあれだっけ、ゲーセン行くんだっけ。またカラオケか。うん、今日は会えずか。まあしょうがない。何組になったか知りたいな。りょうちゃんって他の子との交流ないのかな。既読が終わった感じ。あ、いや、そんなこともないや。じゃあまあナチュラルに。この辺はまあ関係ないでしょう。この辺のね、選択肢はあかりだったり委員長だから。あ、出た。
岡田ね、岡田岡田松本義しね、もう覚えちゃった。岡田好きだわ。俺これトゥーハートのゲームが終わったらさ、トゥーハートのアニメとかも見てみようと思うんだけど、アニメ版にも岡田とか出てくんのかな気になる。結構その辺気になってる。岡田とかさ、葵ちゃんルートの坂下とかさ、出てくんのかな。いや出してほしいよな。いいサブキャラだと思うんだよ。さあ今日の放課後いるか。あれいない。全然会えないじゃん。帰るか。4月10日、リオちゃんクラスでいじめられてなきゃいいけどな。ああここで1年生たちのターン。次回はこの超能力少女姫川さんいきますから。今回ね、あのリオちゃんルート終わってから、でもさ超能力少女がいてロボットがいて、もう何でもありのこの世界観だから、実はリオちゃんあの触覚から見て実は宇宙人だったみたいな、そんな展開が来てももう驚かないっすよ。放課後、あいや違う、あ葵ちゃんか。葵ちゃんも今回は無視しちゃっても大丈夫かな。はい、この辺長えな。カツサンド、よし。んでんでよ、しばらく会えてねえぞリオちゃん。今日の放課後はでもさすがにいるんじゃないのか。おいた今日も靴下履いてないね。今日もいい素足でいらっしゃる。さて帰るか。リオちゃん、俺の前にパタパタと走ってきたのはリオちゃんだった。今日もバイトか。うん、もう毎日バイトじゃん。今日はゲームセンターの早番とチラシの配達、うん、あと夜にコンビニに。夜まで。相変わらずすげえな。過労死するぞ。無茶しちゃダメだよ。大丈夫、健康だから。はあ、この体も一体どこひねったらそんなパワー出てくるんだろうな。やだな、そんなにジロジロ見られたら恥ずかしいよ。確かに疲れてる感じは全然しない。今帰りなんだ。ああ俺はうなずいた。ああ途中まで一緒に帰る。帰ろうぜ。じゃあ順調に仲良くなれてますね。こう素直に喜ばれるとやっぱりちょっと照れるよな。お天気悪いな。突然ヤバそうな天気だ。まずい、ね、アイ傘イベントじゃない。違うかな。今日私傘持ってきてないんだ。俺も天気予報じゃ晴れるって言ってたのにな。あ雨宿りイベントかってことは。帰る前に急ごうか。あでもバイトがあるからあれか、急ぐのか。俺たちは駆け出した。あらあら降ってきちゃった。結局降られちまった。俺たちはとりあえず人んちの軒下で借りて雨宿りをすることにした。まあ降り方からしてすぐ止むとは思うけどな。そうだね。でもリオちゃんもついてねえな。これからバイトだってのに。うん、でも私こういうのっていつものことだから。リオちゃん濡れるとあれだね、濡れた犬の匂いがしそうだねいやそこがまたちょっと俺はリオちゃんの魅力だと思うよ。また素足ってところもさ、こうちょっとこうちょっと臭そうな女の子っていいじゃないですか。いい意味でだよ悪口じゃないよ。俺はリオちゃんそれ魅力だと思うな。いつも今日だってわざわざ巻き込んじゃったみたいなものだし。何のことだ。多分私と一緒だったからこんな土砂降りにあったんだよきっと。雨女、雨女ってこと。この雨リオちゃんのせいなわけ。俺は苦笑した。
いや、これは天気を操る来栖川先輩とタメを張りますね。素直にうなずくリオちゃん。なんだそれ、雨女とか。もっと悪い。あのね、私マリー・アントワネットの生まれ変わりなんだって。おお、不思議ちゃん出てきたな。なんだなんだ、どうしたどうした、怖くなってきたね急に。マリー・アントワネットの生まれ変わり、どうした急に、どうした、何言い出した。中学の時に友達に占ってもらったの。そしたらそうなんだって。占ってもらった、え、それ来栖川先輩とかじゃなくて。でマリー・アントワネットって雨なんか関係あんの。アントワネットってあのギロチンで首を切られた。コクとリオちゃんはうなずく。それが前世なわけ、うん、すげえじゃん、超歴史上な人物。そりゃすごい話だわな。でもそれが雨と何の関係が。なんかあったっけ、マリー・アントワネットって。私その頃はすごい贅沢な暮らしをしてたらしいの。ああ、パンがなければお菓子を食べていたわけ。アントワネットは王女だからな。だからその時の報いが今になって私に降りかかってくるんだ。どういうことだよ。どう、こんなに運が悪いのもそのせいだって。運が悪いってリオちゃんが。転んだり、突然犬に追いかけられたり、急に雨に降られたり。実にしょうもない報いだ。突然イグアナに襲われたりってことか。でも運が悪いのを前世のせいにするってのは強引な気がするけどな。だけどその子の占いってすごく当たるんだよ。リオちゃんは真剣そのままだ。俺は言った。その気の持ちようだろ。アントワネットってな、ギロチン痛かった。ちょっとこれ C 面白いな。ギロチン痛かった。まさか現代に蘇ったマリー・アントワネット。なるほどな。イグアナが運べないなら引っ越しで運んじゃえばいいじゃない。ダンボールに入れちゃえばいいじゃない。ちょっとこれは分かんないんで、全然全部選んで反応を見てみましょう。ええ、そんなの気の持ちようだろ。そうやって甘んじているから不幸を呼び寄せちまうんじゃないのか。たとえ前世がどうだろうと、リオちゃんはリオちゃんとしてだな。そこまで言いかけた時、向こうから一台の車が走ってきた。目の前に大きな水たまり。まさか水たまり車ピンときた。リオちゃん危ねえ。守ってやるわけだ。俺やリオちゃんの腕を掴んで強引に引っ張った。思った通りだ。車さっきまでリオちゃんが立っていたあたりに思いっきり泥水を跳ね上げた。俺の救出が遅ければリオちゃんはずぶ濡れになっていただろう。セオリー通りだな。なんとなく俺もリオちゃんの不幸のパターンが読めてきたぜ。間一髪だった。舐めちゃってる。あれどうしたんだ。今思いっきり壁にぶつけられて。そっちにぶつかってたのか。あ、終わり。ちょっと力が入りすぎた。思わずフルパラまでやっちまった。ごめんな、今のは俺が悪かった。私やっぱり前世でひどいことばっかりしてたのかな。んなことはないって。お、小ぶりになってきたぞ。今のうちにダッシュしようぜ。マリアとネット、マリーって呼んでいい？これから。慌てて焦げんなよ。大丈夫だよ。よし、行こう。せーの。俺たちはカバンを傘代わりにして濡れた道路を一気に駆け抜けていった。これ選択肢どうなったのかな？わからん。ちょっと待って、これはこれでセーブしておいて、パターン見てみましょうか。なんかそんな間違ってる感じもしなかったけどな。 B が何だったっけ。アントワネットってな。正直俺は呆れた。アホくさ。あ、出た、委員長アホスメル。でも女の子って意外とこういう話を信じたりするんだよな。誰なんだろうその占ってくれたのって。来栖川先輩じゃないもんね。
話として聞く分にはつまらないわけじゃないけど。だから私が毎日こんなのにきっとその償いなんだよね。おいおい、ちょっと待ってくれよ。じゃあ何か、クレオパトラとか、さ、え、これなんていうこと、生まれ変わりも不幸になってるってのか。それはわかんないけど、だいたい今の不幸を前世のせいにすること自体おかしいと思うぜ俺は。りょうちゃんがわずかにうつむいたとき、あ、これは水たまりバッシャンパターンなんだ。なるほど、水たまりや水が水を跳ね、一瞬にしてりょうちゃんはずぶ濡れ。じゃあやっぱ、あ、マリー・アントワネットがひどい姿に。これあんまりだ。リアルなくしゃみだったな。大丈夫か。あ、悪い、俺ハンカチいつも持ってなくて。そんな、いいよ、ハンカチなら私が。ポケットをゴソゴソやるリオちゃんだが、案の定ないわけか。あ、あれないのか。えっとカバンの中も確かめるだが、りょうちゃんは半泣きでつぶやいた。アントワネットもハンカチを持ってない日があるんだな。俺は駅でもらったティッシュをポケットから取り出し、それでりょうちゃんの顔や制服を拭いてやった。どうもありがとう。りょうちゃんは少し赤くなっていた。ほう、あれ、意外とこれ正解。そして困ったように、私やっぱり前世でひどいことばっかりしてたのかな。ああ、ここで共通入った感じかな。あ、うん、ああ、そうだね、共通入った。じゃあ、ああ、ちょっと待って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 、じゃあ絶対違うだろうけど、ギロチン見たい。ギロチン痛かったって聞きたい、アントワネットさんに。ギロチン痛かった。俺は興味津々尋ねた。いや、アントワネットっつったらやっぱギロチンだろうと思ってさ、前世がそうなら感想を聞いとこうと思って。ごめん、記憶まではないから。そっか、そりゃ残念だな。ギロチンってやっぱ痛いのかなって思ってさ。一瞬だから痛くないんじゃないかな。スパッと首が切れるだろ。その切られた瞬間ってまだ意識があるのかな。なんでこんな猟奇的なんだよ俺急に。興味津々、ドンピリってるじゃん。すぐ意識はなくなるだろうけどさ、ほんの少しくらいは大丈夫なんじゃないかな。だったら離れた自分の胴体とか見えるのかな。なんかそんな実験あったんだよね。ギロチン切られた後、しばらく瞬きをして、意識があるかどうか確かめるっつって。で、しばらく十何秒か瞬きできたみたいな、そんな、なんか、アンビリーバボーかなんかで見たことあるよ。それがわかるのはギロチンで切られたことがあるやつだけだからな。当然そんなやつは生きていないし。あ、しまった。何ギロチンで盛り上がってんだ俺は。りょうちゃんはその首を切られたマリー・アントワネットだっつってんのに。悪い、俺デリカシーなかった。いいのいいの。ちょっと嫌いになっただろ今。私の方もただ中学の時そういう友達がいたってだけの話だから。どういう友達なんだよ。うん、それだけ。りょうちゃんは軽く笑った。だけどなんか気まずい雰囲気になっちまった。水バシャン来る。ここであれ、水バシャン来ない。まだ大振りだぜ。あれ、もう嫌われたんじゃないのこれ。あれ、うん、ちょっと困った顔をするリオちゃん。だけどこのままじゃバイトに遅れちゃうから。そうか、じゃあまた。うん、それじゃあね。いや、ギロチン NG ワードでしたね。雨の中へと駆け出す。その途端、あ、さらにバシャンね。あ、危ない、引かれそうになってたんだ。スレスレで止まってた。危ねえ。りょうちゃんは道の真ん中で運転手にペコペコ頭を下げていた。不幸ね。
あんたはネットかともかく不幸なのは確かだ。一度お払いでもしてもらった方がいいんじゃねえか。ってこれアントワネットと同じ発想だ。じゃあセーブした選択肢 A のパターンでいきましょう。アントワネットさん、ファイル5だよね、ファイル5、うん、これだな普通に。なるほど、ドジっ子というわけではなかったんだね。アントワネットのせいで不幸になってるもういやー、さっきまで宇宙人説どうこう言ってたけど、まさかマリー・アントワネットだったとはね。へー。あ、でも言うて前世の話で言うなら、俺もなんかその前世が見えるっていう、なんかお寺に住んでた人に、伊助さんは前世野良犬でしたよみたいなこと言われたことあったね。野良犬かよ。犬でしたよだけでいいじゃねえか。なんで野良なんだよ。俺野良犬だったらしいです、前世は。今日はマリー・アントワネットはいない。あ、彩香がいる。あー、じゃあ彩香経由で帰るか。ん、あれ、でも既読がって、岩のようなガタイをした黒服のじいさんに肩をぶつけられた。あー、これあれか。多分セリカお嬢様ルートでセバスチャンのことを見ていないから文章がちょっと違ったんだ。ごめん。あ、こっから既読になるもんね。あ、なるほど、細かいね、そういうことか。あれ、また止まった。あ、セバスか。なるほど。彩香はごめんな、悪いな、忙しいんだ。彩香フラグを立てるわけにはいかない。何、用事でもあるの？まあな、俺はうなずいた。家に帰ってテレビをくつろぐという用事がある。じゃあしょうがないわね。すると女はそこまで強引だったくせに妙にあっさりと納得し引き下がった。せっかくこうしてまた会えたんだし、この機会に仲良くなろうと思ったけど仲良くなりたかったよ。いいわ、また別の機会にしましょう。前世の俺は仲良くしたから、うん、じゃあね。はい、格闘技ができないなら格ゲーをやればいいじゃない。よし、これで帰ろう。あー、でも彩香ルートはこれでバッキバキになり折れましたね、これでね。そんで4月12日土曜日、今日はどうかな、会えるかなマリーに。お、ここでメイドロボマルチの登場か。ほんと何でもありだなうん、最初の頃はそれこそトゥルーラブストーリー的なリアルテイストの世界観なのかなって思ってたけど、全然もう何でもありのファンタジーだったな。いや、それもまた面白いんだけどね、全然。すごくトゥーハートのいい味になっているというか、売りだと思うんだけどさ。マルチ。なんだろうね、文章がすごくしっかりしてるから、ぶっ飛んだ設定もスッと入ってくるんだよね。面白いわ、そういうところがやっぱり。はい。放課後。ん？違う、昼休み。なかなか。放課後か。そうか、土曜日か。今日は？あれ、いないじゃん、マリー。院長。あ、院長がナンパされてんのか。助けてやりたいけど、ごめんな。プライベートには立ち入らないようにしておくよ。テレビを見ていよう。ハートとハートは別に関係ないと思うんだけどね。ミネちゃんを攻略できるなんていうことはさすがにないだろうから。うん。日曜日が終わり、週が変わり、月曜日。なんかなかなか会えなくなってしまったな。あ、記録終わった。来たよ、マリー。あ、マリーと一緒に、あれかな、お弁当かな、これ。昼飯を買って教室に戻ってくると、机の上に何か紙切れが置かれていた。なんだこりゃ。最速上、伊助大介。
現在あなたの借りている図書の返却期限を超えています。本日中に返却するか延長手続きを取ってください。図書委員会。あの委員長と遭遇した時に何か借りたっていう、そこからかな。督促状督促状、何それ。図書委員会から返せって催促。でも俺なんか本借りてたっけ。前のやつじゃないの、一緒に借りたやつ。はあ、なんかタイトルが面白そうだって。ああそういやなんか借りたような。そうそう借りたはいいけど、確か最初の方だけ読んでそれっきりだ。ってことはだ、俺は机の中を探ってみる。あった。入れっぱなし。ああ教科書の間に埋もれてた。薄っぺらい本だからな。要は今日中に返しゃいいんだろ。放課後にでも寄っていくか。でもわざわざこんなの配ってるなんて図書委員も大変だな。本当だね。まったくだ。でもどうせこんな紙切れ配るぐらいなら本を回収すりゃいいのによ。気が利かねえな図書委員ってそこまでするんだっけ。え、これ何だったんだろう。放課後に図書室に行くのがリオちゃんフラグになるの。でもあの子バイトじゃねえのか。帰る前に図書室に寄らなきゃ。あの子本とか読むのかな。図書室に入った俺は窓際の暖かい日差しの中に見覚えのある姿を見つけた。机の上に突っ伏しているあの独特な髪型は、あ、寝てるリオちゃんいい寝顔だな。あ、勉強してたのかいいねリオちゃんね。なんかのほんともずっと見てられるわマリー何してたんだこれ。長机に広げられた本の上にはこの上なく幸せそうな寝顔が乗っかっている。完全に熟睡してんなこりゃ。こんなんもうギロチンでしょギロチンだよ。いやほんと幸せそう。軽く開かれた口元からは柔らかな寝息が聞こえる。しかもおまけによだれまで垂らしてる。え、ほんと？あーちょっとこの CG じゃわかんないけど、よだれ垂らしてなるほどな。まあこんな気持ちいい陽気だし、窓際で本なんか読んだりゃ居眠りしまうのも無理ねえか。しかも毎日バイト漬けで疲れてるみたいだしな。だけどリオちゃんあんなにバイトして何か欲しいものでもあんのかな。それともやむを得ぬ事情があったりするのか。リオちゃんは口元をもぐもぐさせてつぶやく。お母さん。お母さん寝言か。ふ、なんだよお母さんって。子供じゃねえんだから。でもこんな子がいきなりマジな顔して好きですだもんな。全く不思議な気分だぜ。窓から吹き込む風に前髪を揺らされて、リオちゃんは前髪立ってんね今日も。かすかに反応する。さあと俺もいつまでも見てねえでさっさと用事を済ませて帰るか。そう思った時、お、ガタン。いきなりリオちゃんは机からガバッと頭を上げてと頭を飛び上がらせた。やだ、私から何うとうと気持ちよく寝てんのそしてまた眠たそうな瞳のまま机の上の本やら何やらをバタバタ片付け始めた。バイトか。あのすみません、今何時ですか。そこで初めて俺だと気づく。俺だよマリーよ。一瞬ポカーンと停止するリオちゃん。やがて、やだあれ、やだ、どうしてパニックになってんな。やだやだっていいね。大慌てで口にハンカチを当てる。寝顔見ちった。あの、もしかして私の寝てるとこ。まあ見たけど。いや見たっつってもチラッとだから、そんな気にしなくても。よだれなんか垂らしててかっこ悪いし恥ずかしいまあ男としては女の子の無防備な顔を見るのは楽しいことだけどな。え、再びポカーンと停止するリオちゃん。やがて、
図書室でうるせえな。まあまあそんな照れんなよ。照れてなんて。消え入りそうな声になる。ははは、悪かったって。ところで時間いいのか？なんか慌ててるみたいだったけど。あ、そう、もうこんな時間だ。行かなきゃ。今日もバイトか？そうなの。じゃあまた今度。俺に手を振りつつ駆け出すリオちゃん。だがリオちゃんはそのまま閉じた戸口に向かって、おい前、ドシーンとやっちまった。あのさ、前見ねえで歩くのやめた方がいいぜ。いや、これマリー・アントワネットの呪いですから。泣きそうな声でリオちゃんは立ち上がる。私ってなんでこんなにドジなんだろう。元気があり余ってるって感じだがな。まあもう少し落ち着くこった。俺は扉を開けてやる。バイト中そんな調子で怪我なんかしないようにしっかりしてなきゃダメだぜ。そうだね、バイト中の様子見てみたいね。大丈夫なの、その不幸体質というかさ、バイト中もクビになっちゃったり。大丈夫なんか。うん、そうだね、頑張らなきゃ。さすが回復も早い。そういうとこリオちゃんらしいと思うぜ。ありがとう。それだけでリオちゃんは嬉しそうだ。じゃあね。お、じゃあな。元気に廊下をかけてゆくリオちゃん。俺はその後ろ姿に手を振った。なるほど。あれ、あ、こっから放課後の移動になるのか。さすがに会えないか。いないか。じゃあ今日はそんな感じですかね。まさこのマリー・アントワネットでしたね。あれは衝撃的だったな。と、じゃあ次回はまたこの続きからってことで、なんか途中でね、寝言でボソッとお母さんってつぶやいたのが結構気になるな。やっぱお家にお金がないのは何かお母さんがちょっとこう何かあるのかもしれないですね。ちょっとこっからもっとどんどん、深くね、リオちゃんのことを知っていけるのかなという感じがするんですが、はい、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。